昨日関西のねフリースタイルバスケバトルプレイスジャッジ終わりまして、本日はそのねプレイスと連動したクリニックの日で、今日ねあのバスケクリニックやって、あと午後からの部は多分フリースタイルのレッスンするのかな、まあ、そういう感じで日組まれてるんですけど、まずそこを迎えましょう。今日なんかすごい、本当見てよ、めちゃくちゃ贅沢なの。サッカーの競技場の横にでかい駐車場があって、そこにバスケリングを置いて、そっちでバスケ教えて、こっちでサッカーの人たちがサッカー教えるみたいな。やばいよ。まあとりあえずコート見に行こう。で北海道から受け継いだら関西のこの辺でめっちゃいいね。そしてこのロケーションです。宝塚ってとこなんですけど、もう一望できる感じがいいよね、このね。すごいわ。最高にエンジョイしていきましょう。レッツ。おお、ナイス。おお、すごい。5回チャレンジ。できた。きつい。どう、最後。よし、オッケー、オッケー。慣れてきた、慣れてきた。はい、よし。よし。おお、いいね。じゃあ俺先行こう。こうやって2本入ったらクリア。ちゃんと相手の動き見て。ナイス。おお。おお。せーの。できた。じゃあ水分そのまま取って。よし、チーク。頑張れ。絶対決めて。あ、見て。よし。入った。俺が油断してた。リバウンド大事。じゃあこっち。もう一回こっち。おお。やばい。おお。はい、ラスト。
ダンクマイク。はい。はい、クリニック第2部。次はもうフリースタイル担当なので、いつものメンバーが受けれるプロでめっちゃ追い込んでいこうかなって。スキルアップしましょう、しっかり。レッツゴー。おお、安定させる自分の体を。そう、フラフラしないように。ちょっとずつ永久にできるようにして。はい、流してあげて、こうするか。そう、そう。呼吸を入れてるのか。ちょっと息を隠して。だから。お、そう。めちゃむずいよ。もうすげえ追い込んでますよ。しっかり。これぐらいいきたい。おー。して、もうちょっと、もう一個早い確認する。あ、そう、それめちゃ動きやすい。取ってた。ゆっくり。それでは、はい、今日のレッスンの成果をここで4人でいきます。3、2、1。マジ途中挫折そうだった。めちゃめちゃうまくしてくれた。ありがとうございました。またお願いします。はい、ゆうやとアバッチが助けてくれた。むせてる。大丈夫。フリースタイルはやっぱちょっと、ね、厳しいからね。また機会があったらこれぐらい追い込んでいきましょう。はい、というわけでバスケもフリースタイルもやれていいクリニックデーでしたね。まあ関西ツアーはこれでとりあえず映像的には終わりなのかな。あっち戻ったらまた同じものを積み重ねていきましょう。フリースタイルバスケやって、ストリートボール行って、できなくなったらストリートボール行って、ひたすらこの作業の繰り返しです。まあ、今回ね、関西でこのいろいろクリニックとかバトルの会場とかだったりして、また見てくれてると思うので、ぜひライクとチャンネル登録もよろしくお願いします。これでサムシティ札幌からサムシティファイナル関西ツアーまで怒涛の1ヶ月ぐらい走り抜けましたね。また北海道で力を蓄えて次の舞台へ。もうクリニックの予定あるんで来週かな。パワー貯めるとか言ってるけど、もう北海道でクリニックの予定はあるんで、それまでにまたしっかり仕上げて盛り上げていきましょう。いい映像を収めて、またいい笑顔を作りに向かいたいと思います。というわけで、また会いましょう。